ボールドウィン・ジェイコブソン・ロンズデールは、バヌアツの政治家、成功会派の聖職者。2014年9月22日から死去するまで、同国の大統領を務めた。大統領に就任するまでは、トルバ州のもたらばしマジム局長であった。国会議員と各州の知事を選挙人とする、間接選挙で大統領に選出された。投票は8回にわたり、行われ、 バヌアツ史上最も長い選挙になった。その最後の投票で、ロンズデールは58票中46票を獲得し、当選のために必要な票数である、有効投票数の3分の2を確保することができた。投票の間は、国会議長のフィリップ・ボエドロが、大統領代行を務めた。大統領としての最初の演説で、彼は、 この専人がトルバ州にとっていかに意義深いものであるかを強調し憲法の堅持を約束するとともにバヌアツの人々に対して団結を求めた2015年3月には日本の仙台市で開かれた国連防災世界会議の席上でサイクロンファムの被害に対する国際的な支援を訴えた二千十七年六月十七日心臓発作を起こして病院に搬送され 大統領在職のまま死去した。ありがとうございます。